クのお湯の沸き上げについて、沸き上げる量、湯切れ防止の順に説明します。エコキューとは、日々のお湯の使用量を学習し、昨日までの7日間の使用量に応じた湯量を深夜時間帯に自動的にタンクに沸き上げます。沸き上げるお湯の量はあらかじめ沸き上げ設定で設定しておきます。お湯の使用状態に合わせて2つの沸き上げ量の中から選ぶことができます。おまかせ節約は、7日間の平均使用量に応じた湯量を沸き上げます。使うお湯の量が少ない場合に設定してください。おまかせ多めは、7日間での最大使用量に応じた湯量を沸き上げます。冬季や家族が多いなど、使うお湯の量が比較的多い場合に設定してください。工場出荷時はおまかせ節約に設定されています。設定方法は、この DVD のいろいろな機能の沸き上げ設定、または取扱説明書をご覧ください。深夜時間帯に沸き上げたお湯が足りないときに自動で沸き上げる湯切れ防止があります。自動で沸き上げるお湯の量をあらかじめ湯切れ防止設定で選択しておきます。湯切れ防止設定には、切り、少量、全量の3つの設定があります。少量に設定すると、タンクのお湯の量が少なくなったときに約150リットル、または約240リットルになるまで自動で湯切れ防止の沸き上げを行います。通常は少量に設定してお使いください。工場出荷時は少量が設定されています。全量に設定すると、タンクのお湯を約75リットル使用したときに、タンク全体がお湯になるまで自動で湯切れ防止の沸き上げを行います。お湯を多く使用したい日は全量に設定します。少量または全量に設定した場合、湯切れ防止の沸き上げは昼間時間帯にも行うため、電気料金が割高になる場合があります。切りに設定すると、湯切れ防止の沸き上げを行いません。お湯の使用量が少ない日や昼間時間帯の沸き上げを行いたくない場合に設定します。切りの設定でお湯を使いすぎると湯切れを起こす場合がありますので、湯切れしそうになった時は手動でタンク沸き増しボタンを押してください。タンク沸き増しについては、この DVD の使い方、リモコンの表示と確認、タンクのお湯の量の確認をご覧ください。